今回はかぐや姫について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、みんな大好きだよな。うん、美しいお姫様で、素敵な物語よね。でも、よく考えてみろよ。かぐや姫って、最初から人間じゃなかったんだぜ。え、そうなの？そうなんだ。竹から生まれたって話だろ？確かに、そうね。竹から生まれたってことは、つまり、人間じゃないってことだ。じゃあ、一体何なの？それはな、いろいろ説があるんだぜ。いろいろ？一つは、天女説だな。天女？そう、天から降りてきた神様みたいな存在だ。なるほど。でも、天女説だと、なんで竹から生まれたのか説明つかないよな。確かに、そこは謎よね。だから、もう一つ、有力な説があるんだ。それは？それはな、月と説だ。月人？つまり、月の人間ってわけだ。月の人間？そう、月は人間が住める場所じゃないから、月とって呼ばれてるんだぜ。ふーん、確かに、月に住む人なんて、聞いたことないわね。で、かぐや姫は、この月とから生まれたってわけなんだ。月人から？だから、かぐや姫は、月に帰るって話になってるんだよ。なるほど、そういうことね。で、かぐや姫は、結局、月に帰ってしまったわけだが。そうよね。この月に帰るって話も、よく考えたらおかしいんだよな。どういうこと？だって、月って、人間が住めない場所だろ？確かに、そうね。なのに、かぐや姫は、月に帰れるんだぜ。不思議ね。しかも、かぐや姫は、月に帰るのを嫌がってたんだぜ。そうね。人間は、住めない場所に帰ろうとしないはずなんだ。確かに、そうよね。つまり、かぐや姫は、月とじゃなかったってことになるんだぜ。え？そうなんだ。じゃ、一体何だったの？それはな、俺もわからないんだぜ。え、そうなの？だって、かぐや姫は、竹から生まれたって話だろ？確かに、そうね。竹から生まれたってことは、つまり、人間じゃないってことだ。じゃあ、一体何なの？それはな、謎なんだぜ。謎？かぐや姫は、人間じゃなかった。でも、月とでもなかった。じゃあ、一体何だったんだ？本当に、謎だわ。かぐや姫の正体は、永遠の謎なんだぜ。そうね、永遠の謎ね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。かぐや姫の真実、霊夢解説。今回はかぐや姫について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、昔話で有名だよな。竹から生まれたっていう話だ。そうね。でも、なんで、竹から生まれたのか、よくわからないわよね。それがな、実はかぐや姫の物語には、深い意味が隠されてるんだぜ。え、そうなの？例えば、かぐや姫が生まれた竹は、天から降ってきたっていう設定だろ？そうよね。あれは、単なる偶然じゃないんだ。天から降ってきた竹は、かぐや姫が天から来た存在であることを示してるんだ。天から来た存在？つまり、かぐや姫は、人間じゃないんだ。え、じゃあ、一体何なの？かぐや姫は、天女なんだ。天女？そう。天から降りてきた美しい女性のことだよな。でも、天女って、人間と結婚したりするのかしら？それがな、かぐや姫は、人間と結婚して、子供を産んでるんだ。ええ？つまり、かぐや姫は、天女でありながら、人間と結婚して、子供を産むという、常識では考えられないことをやってのけたんだ。なんでそんなことするの？それは、かぐや姫が、人間の世界に来た理由と関係があるんだ。理由？かぐや姫は、人間の世界に来た理由は、人間と交流をするためなんだ。交流？そう。天女は、人間界に降りてきて、人間と交流することで、人間の心を理解しようと試みるんだ。なるほどね。かぐや姫は、人間界で多くの経験をして、人間を深く理解したんだ。だから、人間と結婚したんだね。そうだな。でも、結局は天に帰ってしまったわよね。それは、かぐや姫が、天女としての使命を終えたからなんだ。使命？そう。天女の使命は、人間界で経験を積んで、人間を理解することなんだ。ということは、かぐや姫は、人間界で、多くのことを学んだってことね。そうだな。かぐや姫は、
人間界で、愛、友情、悲しみ、喜びなど、多くの感情を経験したんだ。それで、天に帰って、人間を理解したことを報告したのね。そうだな。かぐや姫は、天に帰って、人間界で学んだことを天女たちへ報告したんだ。きっと、貴重な経験になったでしょうね。そうだな。かぐや姫の経験は、天女たちにとっても大きな学びになったはずだ。かぐや姫は、本当に偉大な存在だったのね。そうだな。かぐや姫は、天女として、そして人間として、素晴らしい人生を送ったんだ。かぐや姫の物語は、本当に深い意味があるわね。そうだな。かぐや姫の物語は、人間と天女の交流、そして人間の心の奥深さを教えてくれるんだ。改めて、かぐや姫の物語を見る目が変わりましたわ。そうか。はい。今まで、ただのおとぎ話だと思ってたけど、もっと深く考えるべきだったわね。そうだな。かぐや姫の物語は、表面上は単純なおとぎ話だけど、その奥には、深い意味が隠されているんだ。マリサさん、ありがとうございます。どういたしまして。かぐや姫の物語について、もっと知りたいわ。なら、もっと詳しく調べてみればいいじゃないか。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はかぐや姫の謎について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、月の人間って設定になってるよな。あの、竹の中から生まれたって話も、ちょっとオカルトっぽくて面白いんだぜ。そうよね。でも、竹の中から生まれたって、どういうことなの？不思議だわ。実は、かぐや姫の物語には、いろんな解釈があるんだぜ。例えば、月の人間って設定は、単なるファンタジーじゃないんだ。どういうこと？昔の人は、月を神聖な場所だと考えてたんだぜ。月には、特別な力が宿っているって信じられてて、かぐや姫は、その月の力を持つ存在って解釈できるんだ。なるほど。だから、竹の中から生まれたって設定になったのかしら。そいつはそうだな。月の力が、竹に宿って、かぐや姫が生まれたって考えられるんだぜ。でも、かぐや姫は、最終的に月に帰っちゃうんですよね。どうして？それは、かぐや姫が人間界で生きることを拒否したって解釈できるんだぜ。月の力を持った存在として人間界に縛られることを嫌がったって話だな。拒否した？そうだな。かぐや姫は人間界に生まれたけど、月に帰ることを望んでたんだぜ。つまり、人間界での生活に満足できなかったってことだな。それは、なぜかしら？理由はいくつか考えられるぜ。まず、かぐや姫は、人間界で孤独を感じていたのかもしれない。月の力を持つ存在だから、人間と交流するのが難しかったって話だな。そうかもしれないわね。人間界では、かぐや姫は、特別扱いされてたのかもしれないし。そいつはそうだな。人間と違う存在だから、周りの人から、距離を置かれてた可能性もあるぜ。孤独を感じて、月に戻りたかったのかしら。そいつもありえるぜ。それに、かぐや姫は、人間界での生活に飽きてしまったのかもしれない。月の力を持つ存在として、人間界での生活は、退屈だったって話だな。退屈？そうだな。かぐや姫は、月での生活の方が、充実してたのかもしれない。月に帰ったことで、本来の自分に戻れたって話だな。なるほどね。かぐや姫は、自分の力を求めて、月に戻ったのかもしれないわ。そいつはそうだな。かぐや姫の物語は、人間界での生活と、本来の自分との葛藤を書いているって解釈できるんだぜ。葛藤？そうだな。かぐや姫は、人間界で生きていくのか、それとも、自分の力を持つ存在として、月に戻るのか、葛藤していたんだぜ。深いですね。そいつはそうだな。かぐや姫の物語は、表面上は、ファンタジーだけど、実は、人間の心の奥底にある葛藤を書いているんだぜ。そう考えると、かぐや姫の物語って、すごく深いわね。そいつはそうだな。かぐや姫の物語は、人間が抱える心の葛藤、そして、本来の自分との対峙を書いているんだぜ。なるほどね。解説はここまでだぜ。
ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫の真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、実は地球に流刑にされたって話があるんだぜ。え、流刑？どういうことなのね？昔、地球にいたんだよな、かぐや姫は。え、そうなのね。で、何らかの罪を犯しちゃって、天から地球に落とされたんだぜ。罪を犯した？どんな罪なの？詳しくはわかんないんだけど、天界で反逆行為でもしたんじゃないかな？反逆？どういうこと？例えば、天帝に逆らったり、天界のルールを破ったり、とかだな。なるほどね。でも、どうして、地球に流刑にされたの？天界って厳しいんだぜ。罪を犯したら、容赦なく罰せられるんだ。そうなんだ。厳しいのね。だから、かぐや姫は地球に流刑になったんだぜ。流刑になった後、かぐや姫はどうなったの？地球では、人間として生きていくしかなかったんだぜ。人間として？でも、かぐや姫は人間じゃないよね。そうだな。かぐや姫は天人だったんだぜ。天人？天界に住んでる人たちのことを天人って言うんだぜ。天人って、人間とは違うの？違うぜ。天人は、人間よりもずっと寿命が長いんだ。そうなんだ。しかも、天人は魔法が使えたりするんだぜ。魔法？だから、かぐや姫は地球に流刑になった後、魔法を使って、人間に化けたんだぜ。すごい。人間に化けたかぐや姫は、竹取りの翁に拾われたんだぜ。なるほどね。そして、かぐや姫は人間として、地球で暮らしたんだぜ。でも、かぐや姫は、地球にずっと住んでたわけじゃないよね。そうだな。かぐや姫は、天界に戻る時が来たんだぜ。天界に戻る？天界では、天人の寿命が尽きたら、天界に戻るんだぜ。寿命が尽きる？天人は人間とは違うから、寿命も違うんだぜ。そうなんだ。かぐや姫の寿命が尽きたので、天界に戻ったんだぜ。天界に戻った後、かぐや姫はどうなったの？天界に戻ったかぐや姫は、罪を償うことになったんだぜ。罪を償う？天界で犯した罪を償うために、厳しい修行をしたんだぜ。修行？天界では、罪を犯した者は、厳しい修行をする必要があるんだぜ。なるほどね。かぐや姫は、長い間修行をして、罪を償ったんだぜ。すごいね。そして、かぐや姫は、天界に戻ることができたんだぜ。よかったね。でも、かぐや姫は、地球での経験を忘れることはなかったんだぜ。地球での経験？人間として過ごした日々、そして、出会った人々。そうか、かぐや姫は、地球での経験を忘れないでいたのね。かぐや姫は、地球での経験を忘れずに、天界で生きていくことになったんだぜ。天界で？天界は、地球とは全く違う世界なんだぜ。地球とは違う？天界は、永遠の世界なんだぜ。永遠の世界？地球のように、終わりがないんだぜ。すごい。かぐや姫は、永遠の世界で、地球での経験を忘れずに生きていくんだぜ。それは、素敵ね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はかぐや姫について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、月の人間って設定になってるよな。そうよね。月で生まれたとか、月に帰るって話だったわよね。でも、よく考えたらおかしいと思わないか？どういうこと？月って、空気も水もないだろ？そうね。じゃあ、かぐや姫はどうやって生きてたんだ？呼吸はどうしてたんだ？それは、考えてなかったわ。しかも、月に帰るって、どうやって行くんだ？ロケットでも使うのか？ロケット？昔の人はロケットなんて知らなかっただろ。徒歩で月まで行くのか？まさか。さらに、かぐや姫は月で生まれたって言ってるけど、月の環境で人間が生まれるって、科学的にあり得るのか？それは、つまり、かぐや姫の月の人間って設定は、ただの作り話なんだぜ。そうなのかしら。じゃあ、かぐや姫は何者だったのか？それは一体？かぐや姫は、実は、人間の姿をした、妖怪だったんだぜ。妖怪？そう、人間と違う姿をした、不思議な生き物だ。でも、かぐや姫は人間みたいだったわよね。それは、妖怪が人間の姿に変身できるからなんだ。変身？
妖怪は、人間に近づきたい時とか、人間を騙したい時に、人間の姿に変身するんだ。なるほど。かぐや姫は、人間に近づきたい気持ちがあったから、人間の姿に変身したんだ。でも、なぜ、人間に近づきたかったの？それは、かぐや姫の目的が、人間界を征服するためだったからなんだぜ。征服？かぐや姫は、人間界を支配するため、人間に近づき、人間社会の様子を探っていたんだ。それは本当？本当だぜ。だって、かぐや姫は、月に帰ることを拒否しただろ？そうね。それは、人間界で、もっと力をつけようとしたからなんだ。そうだったのか。かぐや姫は、人間社会に溶け込み、人間たちの弱点を理解し、最終的には、人間界を征服しようと企んでいたんだ。でも、かぐや姫は、優しいお姫様だったわよ。それは、かぐや姫が、人間に近づき、人間社会の様子を探るためだったんだ。そうなのかしら。かぐや姫は、人間社会に溶け込むため、優しいお姫様を演じていたんだ。優しいお姫様を演じていた？かぐや姫は、人間たちを騙し、人間界を征服しようと、優しいお姫様を演じていたんだぜ。そうなのか。つまり、かぐや姫は、人間界を征服しようと企む、悪の妖怪だったんだ。悪の妖怪？そう、悪の妖怪だったんだ。でも、かぐや姫は、最後は月に戻ったわよね。それは、かぐや姫の目的が達成できなかったからなんだぜ。目的が達成できなかった？かぐや姫は、人間たちを騙し、人間社会の様子を探っていたんだけど、人間たちの抵抗に遭い、計画は失敗したんだ。そうだったのか。そして、かぐや姫は、人間界を征服することはできなかったんだ。でも、かぐや姫は、月の存在を証明することは、できなかったわよね。それは、かぐや姫が、人間たちを騙し、人間社会の様子を探るためだったからなんだ。そうだったの？かぐや姫は、人間たちの興味を引きつけ、人間社会に溶け込むため、月の存在を証明することはできなかったんだぜ。なるほど。つまり、かぐや姫は、人間の姿をした、悪の妖怪で、人間界を征服しようと企んでいたんだけど、失敗したんだ。そうだったのね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫の物語について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫の物語って、みんな知ってるよな？もちろんなのよね。竹から生まれた美しい姫様で、最後は、月へ帰っちゃうお話よね。そうだな。でも、実はこの物語、表面上だけ見ると単純な話だけど、裏には深い意味が隠されてるんだぜ。え、本当？どんな意味なの？まず、かぐや姫はなぜ竹から生まれたのか？っていう疑問があるよな。確かに、なんで、竹から生まれたのか、考えたことなかったわ。竹から生まれたってことは、つまり、自然の産物ってことなんだ。つまり、人間ではないってことになる。そうか。そして、かぐや姫は、月の世界の住人だったんだ。月？そう、月は人間の世界とは別の世界なんだ。そこには、人間とは違う生き物が住んでるんだぜ。へえ、そうなのね。かぐや姫は、月に帰ることを運命づけられていたんだ。運命？そう、かぐや姫は、月への帰還を拒否することで、月の世界のルールを破ったんだ。ルール？月の世界には、人間の世界とは違うルールがあるんだぜ。かぐや姫は、そのルールを破ったことで、罪を犯したことになる。どんな罪なの？それは、月の世界の秩序を乱した罪だ。秩序を乱すって？月の世界は、人間の世界とは違い、秩序を重んじる世界なんだ。かぐや姫は、月に帰ることを拒否することで、その秩序を乱してしまったんだ。だから、月へ帰らなければいけなかったのね。そうだな。かぐや姫は、自分の運命を受け入れ、月へ帰らざるを得なかったんだ。でも、かぐや姫は、人間の世界で、たくさんの人と出会い、愛されたんだよね。そうだな。かぐや姫は、人間の世界で多くの経験をし、多くの愛を知った。だから、かぐや姫は、月に帰ることを悲しんでいたのね。そうだな。かぐや姫は、人間の世界での経験を胸に、月へ帰っていったんだ。かぐや姫の物語って、切ないお話ね。そうだな。
かぐや姫の物語は、人間の心の奥底にある、切なさや悲しみ、そして希望を書いた物語なんだ。よくわかりました。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫の真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫ってさ、実はとんでもない罪を犯してたんだぜ。罪？そうなんだぜ。竹取物語って、表面上は美しい話に見えるけど、よく見ると、かぐや姫の残酷な一面が垣間見えるんだ。どういうことなの？まず、かぐや姫は、帝の求婚をことごとく断ったよな。ええ、そうね。結局、誰も選ばなかったわよね。そうなんだ。でも、よく考えてみろよ。帝は、かぐや姫を愛し、結婚したいと願っていたんだ。にもかかわらず、かぐや姫は、その気持ちを受け入れようとしなかったんだ。そうね。でも、かぐや姫は、月の人だから、地球の人間と結婚できないのかもしれないわ。それは確かにそうかもしれない。でも、かぐや姫は、月の人であることを理由に、帝の求婚を断ったわけではないんだぜ。どういうこと？かぐや姫は、帝の求婚を断る理由として、様々な難題を出したんだ。負の薬、光り輝く衣装、珍しい宝など。確かに、そんな話があったわね。これらの要求は、帝にとって、不可能に近いものだったんだぜ。帝は、かぐや姫の愛を勝ち取るため、精一杯努力したけど、結局、願いを叶えることはできなかった。かわいそうなて。そうなんだ。帝は、かぐや姫の愛を得るために、どれほどの苦労をしたことか。それでも、かぐや姫は、帝の努力を踏みにじり、結局、彼を捨てて月へ帰ってしまったんだぜ。それは、ひどい。しかも、かぐや姫は、帝だけでなく、他の男性にも、同じように冷酷な態度をとっていたんだ。かぐや姫は、帝だけでなく、多くの男性を傷つけたんだぜ。かぐや姫って。かぐや姫は、自分の美貌と力を使って、男たちを遊び道具のように扱っていたんだ。彼女は、男たちの心をもてあそび、愛を踏みにじり、最終的には捨ててしまったんだぜ。信じられないわ。さらに、かぐや姫は、自分の出生の秘密を隠していたんだぜ。彼女は、自分の正体が月の人であることを、最初から帝に告げなかったんだ。どうして？おそらく、かぐや姫は、帝が自分を愛するのは、自分の美貌や力だけだと考えていたのかもしれない。彼女は、自分の本当の姿を見られたくなかったのかもしれない。なるほど。かぐや姫は、自分の罪を隠すため、帝にも、他の男性にも、真実を告げなかった。彼女は、自分の罪を償うことなく、月へ帰ってしまったんだぜ。かぐや姫は、本当に残酷なことをしたのね。そうなんだ。かぐや姫は、自分の欲望のために、多くの人を傷つけた。彼女は、自分の罪を償うことなく、月へ帰ってしまった。かぐや姫の物語は、一見、美しい恋愛物語のように見えるけど、よく見ると、愛と裏切り、そして残酷な真実が隠されているんだぜ。本当に、衝撃的な真実ね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫の罪について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、竹から生まれたっていう話があるけど、実はな、あの物語には、とんでもない真実が隠されてるんだぜ。え、本当？どんな真実なの？まず、かぐや姫は、本当に竹から生まれたのかって話から始めようぜ。竹から生まれたって、本当に信じてる人いるの？昔の人たちは、竹から生まれたって信じてたんだよな。だって、竹から生まれたっていう話、物語の中で普通に書いてあるし。そうか。でも、現代では、竹から生まれるのはありえないって、みんな思ってるよね。そうだな。現代の科学では、竹から人が生まれるなんてありえないってわかってる。でも、昔の人は、竹から生まれたって信じてる人が多かったんだぜ。なんで？昔の人は、自然に神秘的な力を感じていたからだな。竹から人が生まれるっていうのは、自然の力によって、奇跡が起きたっていう証拠だと考えていたんだ。なるほど。でも、実は、かぐや姫の物語は、竹から生まれたっていう話だけじゃないんだぜ。え、他に何かあるの？
かぐや姫は、月に帰るっていう話もあるだろ？あ、そうね。月の民だっていう話よね。そう、月の民だっていう話があるんだぜ。つまり、かぐや姫は、もともと人間じゃなかったってことになる。え、じゃあ、かぐや姫は、一体何者なの？かぐや姫は、月の民で、地球に来たんだぜ。地球に来た理由は、いろいろ説があるんだけど、一番有力なのは、地球で何か重要な役割を果たすためだっていう説だな。地球で重要な役割？例えば、かぐや姫は、地球の人々に、月の文化や技術を伝えたって考えられる。月の文化って、地球の文化とは違うだろ？そうね。月の文化は、神秘的で、美しいものってイメージがあるわ。だから、かぐや姫は、地球に月の文化を伝えるために、地球に来たんだぜ。そして、かぐや姫は、その役割を果たした後、月に帰ったってことになる。すごいわね。かぐや姫って、地球に、大切なものを伝えてくれたの？そうだな。かぐや姫は、地球の人々に、月の文化や技術を伝え、地球の文化の発展に貢献したって考えられる。そして、かぐや姫は、その役目を終えて、月に帰ったんだぜ。かぐや姫、本当にすごい人だったのね。そうだな。かぐや姫は、単なる物語の主人公じゃない。地球と月の架け橋となり、地球の文化発展に貢献した、偉大な存在だったんだぜ。そう考えると、かぐや姫の物語って、ただのおとぎ話じゃないわね。深い意味がある物語だったのね。そうだな。かぐや姫の物語は、表面上は、美しいおとぎ話に見えるけど、実は、地球と月の関係や、人間の文化の発展について、深いメッセージを伝えているんだぜ。ありがとう。今日は、かぐや姫の真実について、教えてくれて。どういたしまして。かぐや姫の物語は、まだまだ謎が多い。これからも、いろいろ調べて、新しい真実を見つけていきたいぜ。私も、一緒に調べて、かぐや姫の謎を解き明かしたいわ。いいぜ。一緒に探検しようぜ。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はかぐや姫の罪について解説するぜ。よろしくお願いするわ。かぐや姫って、あの竹から生まれたっていう話、信じてるのか？え、信じてるわよ。だって、昔話だし。信じてるのかよ。あの話、よく考えたらおかしいんだぜ。どういうこと？まず、竹から人間生まれるって、ありえないだろ。あ、確かに。それに、かぐや姫は美しくて、賢くて、歌も上手くて、何でもできるって話だろ？そうね。そんな完璧な人間、どこにいるんだ？確かに、完璧な人間はいないわよね。それに、かぐや姫は月の人だっていう話だろ？そうよね。月の人って、一体何なんだ？私もよくわかんないわ。月の人って、要するに、地球人じゃないってことでしょ？そうなのかな？地球人じゃないのに、なんで日本語喋ってんの？確かに。それに、かぐや姫は、月に帰ることを決めたって話だろ？そうね。なんで、わざわざ地球に生まれて、また月に戻るんだ？私もよくわかんないわ。かぐや姫の行動、謎だらけだな。そうね。もしかしたら、かぐや姫は、地球に何か目的があって、生まれてきたんじゃないか？目的？例えば、地球を征服するためとか、人類を滅亡させるためとか。え、そんな？あはは、冗談だよ。でも、かぐや姫の行動、よく考えると怖いんだよな。確かに、怖い。かぐや姫の正体、もしかしたら、私たちにはわからないのかもしれない。そうかもしれないわね。でも、かぐや姫の物語から、何か大切な教訓を学べるかもしれない。どんな教訓？それは、君自身で考えなさい。わかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。